皆さんこんにちは。白木果樹園店主の白木浩一でございます。今日はですね、やっぱり夏暑いですね。今日ももう汗だくになって、今ハウスの中にもおるんですけど、実はここのハウス、イエロー方から言ったらちょっと離れたところにありまして、ちょっとパーキングエリア内、エリアの近くにある圃場へ来ております。この辺畑4000平米ぐらいありまして、全部ハウス栽培の畑になってます。まあ、いろんな種類がありますんですけど、まあ、その中でね、今日はライムの剪定をしておりまして、ライムを剪定したものを今クッパーという機械で粉砕機で、まあ、細かく砕いております。ちょっとこうライムのね、いい香りがこう漂ってきますよね。こう癒しというか、こうフレッシュな感じ、すごいこの枝とか葉っぱなんかもいい香りがします。ちょっとね、あっちの方でね、若い従業員が、今作業してますので、ちょっと行ってみましょう。はい、こちらラインですね。今ラインがこのようになっております。はい、頑張っております。今年もこれからも頑張ります。